日本で一番長いミミズ、ハッタミミズを掘りにしました。いると言われてもちょっと分かんないですよね、どこにいるかね。この下を掘ると出てくるかもしれません。よし、当たった。これね、深く入っちゃってるんでちょっと危ないですよ。ハッタミミズを知ってるかい、日本一長いミミズだよ。ジャポニカハッタと名付けられいるのは琵琶湖とか北方。どうもこんにちは、琵琶湖博物館の大塚大輔と申します。今日は、日本で一番長いミミズ、ハッタミミズを掘りにしました。実はすぐそこにね、ハッタミミズの聖地と言われるですね、日本一長いハッタミミズが取れた場所があるんですね。実はこの周りずっと田んぼだったんですが、どんどん荒れ地になっていってる。もう30年ぐらい誰も耕してないらしいんですね。多分その辺にいるんですよね。でただね、いると言われてもちょっと分かんないですよね、どこにいるかね。じゃあね、どうするかって言ったら、こうそーっと近づいていくとですね、多分この辺に噴海があるんじゃないかと。ほら、あったあったあった、これ見てください。これね、ハッタミミズのうんこなんですね。噴海なんです。この下を掘ると出てくるかもしれません。空振りですね。でもね、こうしつこく掘っていったら、そのうちその周りから出てくるかもしれないですね。で、あのうんこ出てる時にはね、その近くまでね来てることがあるんですが、外れましたね。いませんでしたね。ハッタミミズは全身は上出てこないんですね。うんこするときになぜかお尻だけ出してうんこすると。頭隠して尻隠さずみたいなね。だいたい夜にうんこしてますね。掘れたんじゃないかな。よし、当たった。出た。取れました。1メーター超えをねずっと狙ってるんですが、なかなか取れない。で、実はその96センチはここで取れたものなんです。実はイノシシがヌタ場に使ってる場所っていうのがあって、そういった場所にねこのハッタミミズが残ってたんです。イノシシが人の代わりに田んぼを耕してくれてたわけですね。ここが実は最後に残った。なぜかっていうと、5年ほど前にイノシシを駆除してしまって、この辺イノシシいなくなっちゃったんですね。ここだけは上に藤の木があるもんで、下に植物が生えずにこう湿地として残ったと。その最後の砦みたいな場所ですね。金沢市に今併合されてますけど、そこに八田町という地域がありまして、河北型という、ね、汽水湖のすぐ近くにある八田町で初めて見つかったので、ハッタミミズと名前付けられてる。しかもですね、日本にしかいません。いるのが琵琶湖の周辺、余呉湖の周辺、それからあと河北型周辺、福井県の三方五湖周辺、ここだけにしかいないと。外来種だと思われてたんで、保護しようって考えの人がいなかったんですね。ところがつい最近になりまして、遺伝子の調査でですね、どうもこれは琵琶湖周辺で進化したものらしいということが分かったんです。これはちょっと大きいかもしれないね。多分1年中いるんですが、夏になるとね上上がってくるんですね。深いところにいるのがこの地面の近くまで上がってきてうんこ出すことが増えてくるんです。夏の真っ盛りは本当に暑くて嫌なんで、だいたいこのぐらいの時期ですね、9月ぐらいに来てることが多いです。あとは5月の下旬とかね。ハッタミミズだけがなんでこんな長くなっちゃったのか、それ実はわからないんです。もう他はね、みんな小さい種類ばっかりなんですね。出た。これは結構でかい。少しね、うんこのあるところよりも奥の方の泥の深いところに潜り込んでますね。なんで今この研究やってるのかよくわからないですよね。なんか不思議な運命に導かれてね、気がついたらハッタミミズ研究してたっていう、そういう感じですよね。本来はね、微生物学が専門なんですね。珪藻というもうね専門にやってます。今日着てる T シャツは琵琶湖ツボカムリというね、琵琶湖の固有種で絶滅したかもしれないと言われている原生動物、アメーバの仲間なんですけどね。実はね、この辺りで昔カエルの冬眠調査やってたんです。冬に掘りに来たらカエルが一匹も掘れずにですね、
代わりに出てきたのがこのハッタミミズだったんですね。当時まだここにいることが知られてなかったんです。そのハッタミミズの話だったら、この人が詳しいって紹介してもらった先生が、実は私が大学院の時代に向かいの部屋の教授だった人だったんですね。それ以来ですね、ハッタミミズの連絡網ができまして、ハッタミミズの分布調査を兼ねて、どれだけでかいハッタミミズがいるかを調べてみようじゃないかってことで、古国ハッタミミズダービーという、そういう企画をしたわけなんですね。それで、今、ハッタミミズの宣伝に努めてるわけなんですけれども、長いですよね。展示室では結構インパクトがあるようで、みんなお客さん結構見ててくれてますので、少しはハッタミミズの浸透にね、博物館も役に立ってるんじゃないかと。田んぼをちゃんと維持することですね。乾かない状態ですね。湿った田んぼ、湿田っていうのはね、農家にとっては結構大変で、冬水が切れないんで転作難しいですし、あと機械が入りにくい、そういう問題があるんですけど、そういう田んぼにこそハッタミミズはいるんですよね。だからそういう田んぼを大事に守っていくということが重要なんですね。ハッタミミズがいる田んぼが誇りになって、場合によったらね、この作ったお米に付加価値がつくような、そういう仕組みが作れればいいんじゃないかと思ってるんですね。はい、こんな感じですかね。後ろへ進めないんです。前へしか進めないので、進んでいく方向が前ですね。今日の記録は70センチをちょっと超えるぐらいでしょうか。ここでは平均的な長さです。でもかなり巨大な部類ですよ。日本記録96には遠く及びませんでしたけれども、ここではこのクラスのハッタミミズが当たり前にいるというところですね。琵琶湖博物館帰ってきました。ハッタミミズはこういう中に置いておくと、しばらくするとこう気持ちよく伸びてくれるんですね。今何センチあるでしょう。私のこれが20センチなんですけど、今60センチぐらいは伸びてますよね。こうやってこうベーっとね、気持ちよく伸びてくれるということです。もしですね、ハッタミミズを実物を見たいという方がいらっしゃいましたら、ぜひとも琵琶湖博物館まで足を運んでいただければと思います。他にも名古屋ダルマガエルとかですね、田んぼのさまざまな生き物を紹介しています。また人と田んぼとの関わりについての展示も紹介しております。ぜひとも一度琵琶湖博物館にお越しください。そして田んぼのコーナーを見てください。よろしくね。この動画が面白かったら、コメント、チャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。